心臓出番来たぞ。<laughs> もうそろそろトイレから出ろよ。<laughs> 心臓 <laughs> 大丈夫か？<laughs> だだいや大丈夫。大丈夫？割と大丈夫じゃなさそうやな。<laughs> 大丈夫。<laughs> 大丈夫や。心臓大丈夫。今日お前は集態を晒し笑われるかもしれへん。 でも10年後、誰もお前のことなんて覚えてないから、気にせず全力を出してこい。今日笑われたくないんです。言うてみんなお前になんか興味ないねんから、平均的にこなせばいいんや。消化作業や。平均的にできたら僕はこんな人間になってないんです。全力出すの嫌なんやったら手を抜いたらいいねん。運動会の勝ち負けなんて人生をいて何のステータスにもならんねんから。手を抜かなくても負けます。はい。お前なんやねん。アドバイスが全部裏面出とる。なんでこんなことに。一人必ず一種目は出なく でもなんで僕がリレーなんお前が何でもいいって言ったからやんどうせ役に立たんからって。だからってリレーはないやろ。何でもいいって言ったのお前やん。後から文句言うなよ。陰キャの何でもいいは何でもいいわけじゃないねん。やりたいものがないだけでやりたくないものはあるねん。え<ー>いいか、心臓。早く走るコツは、足と腕をしっかりと上げて、胸を張った走り方を意識するんや。大さん、話ずれてるよ。ずれてないよ。ずれてるのはお前やで。こんな土壇場でただこねて。まずトイレから出てこい。もう時間ないぞ。この狭い空間が落ち着く。 入試の時も、試験前も、休み時間も、登校してすぐ、下校前も、僕はここにいるんだ、いつも。お前、ずっとトイレおるよ。この空間だけが、僕の居場所。出動者、捨てるうちに来てくださいほら、もう始まるぞ頑張れよいい加減にしろあ胸張っとる胸張っとるあ <laughs> 心臓頑張れ <laughs> さあ、第操作がスタートしました心臓頑張れ頑張れは、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 

これは10年後も覚えてるやつおるな。心臓くん頑張れ。あ、コ先生、ごめんなさい。僕、全力を出してるんだ。それでも、どんどん、さら、明けられてしまう、くにしてもすごい女の子走りやな。いや、女の子走りというか怖い。足が遅い以前にフォームの改善からしないとバトン吹っ飛びそうやな。 進ぞ、頑張れ。お父さん、仕事忙しいって言ってたのに来てくれたのか。せっかく来てくれたのにこんなこんな情けない準備でごめんなさい。めっちゃインパクトある走り方しとんなあいつ。小さい頃から運動オンチやったけどこうなったか。 これ、録画しておばあちゃんに見せてあげたいけど、ホラー映像やん。大丈夫か、これはあ、はあ、はるちゃんが、僕を見ている。いつも、興味の、かけらを、持ってくれないのに。<laughs> はるちゃんだけじゃない女の子が、女の子たちが僕を見ている。頑張らないと、頑張らないと、ここで、敵の男、アピールを、しないと。さあ、最後の直前です皆さん、応援してあげましょう気持ち悪い。